どこに隠れ、ヒルコちゃんは怪力の体験使い、攻撃が強力なの。重そうな体験を装備しているけど、とても素早いんだよ。艦長、期待しているわよ。移動速度は加速されていくよ。ポイントまで移動してみよう。ため攻撃を使用できるよ。貯めれば貯めるほど攻撃威力が強力になるからね。あと貯めているときはブレイク耐性がアップするよ。攻撃ボタンを長押しして貯め攻撃を使ってみよう。もう一回攻撃すると、この攻撃はチャージ攻撃の威力アップボーナスがつくよ。その調子、姫子ちゃんのため攻撃すっごい強力でしょ。基本操作はこんな感じ。退出するかもう少し試すかは艦長が決めてね。お仕置きしてあげるわ。せーい、さっさと片付けとこ。震えよ、ポンコツども。乱陣。お仕置きしてあげるわ。さらなる力を手に入れたわ。重装ウサギ 19C、 今は休んでる場合じゃない。
ブローニャ、作戦地点にトファイア。システム警告、第1級戦闘準備。射撃開始。ヤッホー、目標捕捉。え、はあ、はあ、いやー、私を怒らせると危ないよ。グングニールファイヤー、あやめ。疲れたわね。早く帰ってお風呂に入りましょう。ブローニャ、作戦地点に到着。
ブローネ、作詞目標発見。え？ノット&ローネット、本気で私に勝てると思ってた？キャーハッ、わかった、やっ、ファイヤー、もう、キリッ、ハッ、ホッ、ハッ、ホッ、わかった、ハッ、キャーハッ、ファイヤー、了解です、艦長。今回は何が手に入るか楽しみに。ここは譲れないわ。目標捕捉、ファイヤー、ヤッホッハ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 ッ、ショータイムの始まりだ、ファイヤー、全力で行くわよ。ちょっと影分身シュッ、グングニールファイヤー、キギ準備完了、バニーチャーム、エイ、任務完了、待機モードに移行。ブローニャ、作戦地点に。ブローニャが戦艦の操作システムをハックしたわ。環境に入る準備を。姫子少佐、データの解析中に怪しいメッセージを発見しました。何のメッセージ？送信元不明のメールです。その内容は、親愛なるキアナ、こんにちは。この戦艦ムーンライトスローンは14年の時を経てあなたにお返しします。あなたは王座につき、新たな世界を創造することになります。しかしその前に4本の鍵を探さなければなりません。征服の雷、疫病の炎、渇望の嵐、静筆の死。そうだ、環境のパスワードはあなたの誕生日ですよ。王座？四本の鍵？誰から来たメールなの？キアナ、何か知らない？ううん、全然知らない。そんな戦艦をプレゼントしてくれるお金持ちの友達もいないし。渇望の嵐、まさか。少佐、私に答えさせて。テレサ学園長、どうしてここに？渇望の嵐とは、3年前に行われていた機密の研究計画。その内容は、強大な崩壊エネルギーの結晶、デザイアジェムを利用して、リツシャに匹敵する力を得るというものよ。リツシャに匹敵する力？そんなバカな。とにかくそのデザイアジェムは鍵のはずよ。ジェムは現在、ニュージーランドのオセアニア支部にて保管されている。あなたたち3人はこの任務が終了したらオセアニア支部に行ってジェムを取り戻してください。目標発見、ファイヤー、
照準装置初期化完了。目標加速ファイヤー発射射撃開始システム警戒損傷拡大怒らせる危ないよロクト&ローネット絶対メイスに近づけさせないんだからグングニールファイヤーアイフッカーフッキャーシステム警告バニーチャームファイヤーファイヤーウサギ 19C オブノビット以外何もない
こ、私の出番かな。システム内のブローニャと実際のブローニャ、どっちが本物？キアナ、行きまーす。作戦会議をしましょうか。ブローニャ、作戦地点に到着。ロックと&ローデット。全員沈黙。これより帰還。ブローニャ、作戦地点に到着。絶対メイスの隊に近づけさせないんだから。わかった。はっ、私をロックと&ローデット。ファイヤー、ファイヤー、えい、はっ、 Hit!
さ、パンパン、絶対メイ先輩に近づけさせないでしょ。目標捕捉、目標捕捉、射撃開始。ヤッホー、私、ふっ、パン、絶対メイ先輩に近づけさせないでしょ。任務完了。待機モードに行こう。キアナちゃん、ブローニャちゃんに誕生日教えてあげて。え、いやよ、あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。アクセス権限承認、目的地をセーフレイヤ学園に変更します。へー、パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。もう今日は一体どうなってるの。聖フレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば全てが明らかになりそうね。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。その戦艦お前たちに渡すわけにはいきません。ブローニャ、戦艦を取り戻しなさい。バルキリーシステム強制コントロールシステム再起動。最高権限指令入力確認。周囲の敵を排除します。ブローニャ、作戦地点に到着。よーぜん。目標捕捉、ファイヤー。やっ、はっ、やっ、
チャージ完了。グングニールファイヤー。わかったわかった。目標あそこ。わかったわかった。目標捕捉。うわぁ、うわぁ、ヤッホー。わかったわかった。秘技解禁。準備完了。秘技解禁。ファイヤー。ヤッホー。私を怒らせると危ないよ。わかったわかった。秘技準備完了。あいあいさん。わかったわかった。グングニールファイヤー。秘技解禁。準備完了。あいあいさ。秘技解禁。射撃開始。ファイヤー。ヤッホー。ファッ。ファッ。ファッ。準備完了。わかったわかった。秘技解禁。バニーチャームファイヤー。発射。ヤッホー。ふっふっはっ。わかった。はっ！
機全員沈黙。これより帰還。ブローニャちゃん、しっかりして。メイ姉様、どうかしましたか？よかった、正気を取り戻したのね。まさかブローニャちゃんがまた操られてたの？やっと通信が回復したわ。キアナ、何があった？操られてたとはどういうこと？ううん、そんなこと全然言ってないわよ。うん、怪しいわね。まあいいわ、セーフレイヤ学園に戻った後、直ちにニュージーランドへ向かい、デザイアジェムを奪還せよ。了解。目標発見。ファイヤー、目標捕捉。目標捕捉。ロックドアンドローデット。ふっはふっやっはっ、メイ先輩に近づけさせないんだから。わかっ、はっ、あっ、はっ、はっ、やっ、はっ、わかっ、はっ、やっ、はっ、はっ、ふっ、あいあいさー、ロクト&ローデット、ほっ、やっ、はっ。今回は何が手に入るか楽しみね。ここは譲れないわ。ふっ、はっ、はっ、目標捕捉、ファイヤー、セッテー、セッテー。うん、ショータイムの始まりだ。負けるものか。セッテー。私を怒らせる、危ないよ。グングニールファイヤー。本気で私に勝てる。目標捕捉、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。やっほー、はっ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 、あいあいさモードに移行。ブローニャ、作戦地点に到着。発射。無条件射殺許可確認。えい、
標捕捉、射撃開始。あっ、ほこんな簡単なクエストのために呼び出